ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は落語界の反逆児立川談志について触れてまいります。立川談志は1952年15歳で柳家小さんに弟子入りします。27歳で五代目立川談志を襲名したと同時に真打ちに昇進します。1971年参議院選挙に立候補、見事当選し6年間議員を務めます。1983年真打ちの在り方に疑問を呈し落語協会を脱会、落語立川流を旗揚げ家元となります。破天荒な行動や毒舌で落語界の反逆師と言われる中、落語は人間の行の肯定という落語哲学を打ち出しました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は落語界の反逆児立川談志について触れてまいりました。